はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たなナーススクールやってまいりました。いやー、ということでですね、絶賛日焼けでございます。顔真っ赤っかということで、収録ボタンをよろしくお願いします。いやー、なんとですよ、BE:FIRST、新しい、ジャケットでしたりとか、ティザーでしたりとか、ティザーじゃないや、ジャケットだったりとか、なんだって、新しいファーストアルバム。ファーストアルバムかーって思っちゃいますよね。なんか本当にいろんなこう楽曲が出てるのもあるから、ここでやっとファーストアルバムみたいなところもありますし、でも逆に言うと、ついにこう、ファーストアルバム来たのねっていうところもありますし、なんかこう、いろいろとね、感慨深いところでございます。8月の31日リリースというところでございまして、ちょっとその、報告の映像自体はテレビのやつ見れてないのでちょっとあれなんですけども、ちょっとね、またビジュアル、マナト君しか確認してないところがありますので、みんなのですね、ビジュアルチェックしていきたいなというところでございます。ということで、もうちょっとね、見ちゃいますよ。まず、今、ちらっと見てます。レオ君でございますね。スイッ！おー！ほう！なるほどですね。これは、逆転裁判のなるほどというところでございますけれども、うわ、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。まずなんと言っても、ヘアスタイル。いいですね。髪色ね。ちょっとこう前髪がスッとこう降りてくるところ。で、こちら右側のおでこが少し出ているところ。あと、なんだろうな、レオくんって、眉毛と目のここの幅がちょっと狭いのかなっていう風にも思っていて、日本人っぽい雰囲気じゃないというか、少しちょっと南の国の雰囲気があるというか、彫りが深めみたいなところがあるので、ここの感覚がちょっと西洋人の方のそれに近いというか、だからこそなんかこのちょっとおでこが出てる雰囲気っていうのがすごく合うんですね。オン眉にしちゃうよりかは少しこうおでこが出てる方がなんかこう骨格に合うんじゃないかななんていう風に思ってるところもあって、あとはちょっとこうシュッとしてますよね。痩せてきてるところがあるのかな、体作りとかやってるのかな。まあ元々の体格がすごくいい方だと思うので、そこに対してやっぱりこう顔がどんどんこうシュッとしてくると、より男らしさというかシャープなレオ君見えてくるみたいなところがありますよね。で、これですね、お召し物もまたかっこいい。ちょっと今回はこれどこのブランドでございます、またこれブランド特定班のね方がいらっしゃると思うので、そちら楽しみにしていきたいところでございますけれどもね、え、ちょっとこうスモークかかってる感じもいいですし、写真ちょっとコントラスト強めですかね。ちょっとこう黒い部分っていうんですか、影が強めについているところもあるので、よりそことこの肌の白さみたいなところのコントラストが効いてて、パリッとね来てますよね。ちょっとこう光沢感がある、ツヤ感のある写真に仕上がっているんじゃないかなっていうところもありますかね。革なのかなこれ、ジャケットちょっとね光ってますもんね。はい、次行きましょう。りょうきくん、髪バッサリ行きましたね。いいじゃないですか。ちょっとこの感じ。ワイルドな、ちょっとこうロックな雰囲気があると言いますか。で、首が長い方なので、多分この襟足がないと、またこう余計にスッキリして首元が見えてくるっていうところもあるのかもしれないですね。なるほど。これなにこれちょっとニットみたいな素材なのかな。ふんふんふん。で、ここのね、アクセサリーも含めて、ちょっとこういう、なんですか、クロスのついた、シルバー系の、ネックレスを持ってくるというところもですよね。はい。で、ここ、ピアスもちょっとついてますかね。左耳だけかな。なんか、少し、アーティスト感が強くなったかなっていうイメージです。僕の中では。歌手としての、こう、ジャケット写真みたいなところをすごくこう感じているところもありますし、でも、りょうきくんもやっぱ彫り深いというか、この目と眉毛の幅の、イケメンの人は、だいたい、僕ね、広いんですよ、ここが。ちょっとこう、ほやほやっていう感じになるんですけども、やっぱりちょっとこう、レオくんにしろ、りょうきくんにしろ、目元が深い方なので、おでこ出てるとやっぱね、かっこいいんですよね。男らしさ増すというか、リップもちょっと深めのエンジっぽい感じなんですかね。首いいなぁ、首。次、ジュノン氏。わーお。なんかどんどんますますじゃない？ちょっと髪色シルバーかな？りょうきくんも少しシルバーな雰囲気というか、ネイビーというかグレー、ネイビーじゃないか、グレーか、の雰囲気がありますけれども、シルバーに近いのかな？でもグレーっちゃグレーなのかな？これまたどういうお召し物なんでしょうね。この煙が立ち込めてくるところっていうのは、なんかね、ちょっと、
漂わせてるんですよね。自分たちのオーラをまとうと。で、煙の位置も見ていくと、皆さんのその煙のまとい方もちょっと違うというか、少し流れが違いますよね。皆さんお一人お一人で、ね。で、黒っていうのは結構今回強めに、まあ、コントラストっていうところで陰影のその影の部分が黒くより映ってる、この、首の部分とか顎下部分とかそうですけども、少しこう黒が強めになってるのかな、全体的に衣装として。で、この真ん中、これはなんだ？ジップ。ジップ。あ、ピンクがちょっと小さめにスコンとついてるところがあるかな。どんどん髪長くなってる。もうね、ちょっといけるところまで行ってほしいですね。その、髪が長いっていうところのかっこよさをちょっと突き詰めてもらいたい。なんかセフィロスみたいな感じ。ちょっと今スマブラやりすぎてセフィロス出てきちゃったんだけども。いいなぁ。なんかね、ちょっと、なんて言ったらいいんだろうな。この、教祖。教祖っていうか、なんでしょうね。ミステリーな感覚がありますよね。ミステリアスというか、なんか、何かあるよねっていう、その、なんだろうな、競争感。言葉にするの難しいですけども、なんかね、そういうところをね、ジュノン君から感じるんですよね。喋るとふわふわのニコニコのお兄ちゃんなんですけど、でもやっぱこう、ちょっとこの寡黙な雰囲気というか、出していただいた時の雰囲気、オーラ。メイク素敵ですね。なるほど。竜兵くん大好きですよ。これちょっとやばく、あら、これちょっと似てる？ジュノンくんと。少し雰囲気似てるのかなっていうふうに思いますけど。なーに？どこのブランド？黒髪でね、このちょっと、前髪スコンとこう落ちてきて、おでこがここにね、ゾーンができるところもそうですけども。いいわー、いいわー、ツヤ感もあっていいですね。いいです。いい顔してますね。ちょっと、唇をキュッとこうね、一文字に結ぶところもそうですし。いや、何よりも、でも、ちょっとビジュアル変わりつつあるかもしれない。まさに今成長期っていうところもあると思うので、どん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 男らしくなっていく様っていうのが、これから見えるんだろうなっていうふうに思うと、まあ可能性無限大なんですけども、そんな中でも、なんでしょうね、この少し芯が入ってくる感じといいますか、より太い芯がこう見えてくる決意みたいなところなんですかね。中のこれインナー両方にこれチップついてますね。こういう気のせい、めっちゃいい、かっこいい。これ脱いだものも見てみたいですけどね。やっぱ黒強いですね。日本人って何色の髪が似合うかっていう話、まあよくあるんですけども、なんだかんだやっぱ髪色と目の色が揃うと似合うっていう風にね言われてたりもするので、なんかそのいわゆるなんですよね、アジア人のかっこよさみたいなところを竜兵くんってこうど真ん中結構ついてるのかなっていう風に思うというか、でもなんかちょっと雰囲気は漂うというかね、雰囲気の漂う方はジュノン君とちょっと近いのかなっていう風に思ったりもします。そしてマナティ、少しみんなちょっとあれかな、強いクっていう威嚇ではないけども、なんかこういう決心みたいなものがあるのかもしれないですね。眉間に少しクッと寄ってるところとかを見ると、マナティ、これあれじゃない、パルムなんちゃらさんじゃない、パルムエンジェルスさんじゃない、バンタンがバターの時に使ってたところらへんから割と見るようになったブランドさんかなと思いますけど、黒ですねやっぱね、衣装ね。でグレーな髪色、ヘアスタイル最高ですね。ツヤ感、この光沢感といい、いやーなんか首のライン気持ちいいなー、気持ちいいなーっていうのは綺麗で美しいなーっていう、見ていても首っていう風になるっていう意味での気持ちよさですね。マナティーいいじゃないですか。ちょっとあれ高評価をしたっけ、リュウヘイ君が押してますね。ということでやばい、めっちゃいい。インスタのやつでちょっと見て、ツイッターでもちょっとつぶやきましたけども、髪がかってるなっていう風に思ったのはこのマナティー見た時、すごいな、イケメンですねっていうか、クイッつって純粋にまずイケメン、すごくかっこいい、かっこいい。ビジュアル、いわゆる正当なビジュアルっていうところをこう一個つくような新しい写真なんじゃないかなっていう風に思うところもありますし、黒が似合うっすね。なんかね、衣装みんなこう見てて、男らしさがちょっと強まりましたかね。今までのに比べるとね。OK。おー、シュンティー、
髪色がまた明るくなって襟足もちょっと伸びてということで高評価をします。シュンティの首もねいいんですよ。シュンティの首元も綺麗ですね。ヘアスタイルがちょっと完璧マジで。これ何ジャケット、なんか少し個性がちゃんと各衣装ごとに残ってるっていうところがまたポイントですよね。何かやっぱり衣装が主張をちゃんとしているというところもあって、引き立ててもいるし、そう引き立てているっていうところかな。主役が完全に主役としてこういるところに対して、衣装も衣装でちゃんと、今回こういう衣装を選んでみましたって、そのスタイリストさんの主張というかメッセージ性みたいなものもなんか伝わるんですよね。コンセプトが多分あって、で今回こういうアルバムでこういう楽曲を出して、でこういう雰囲気を見せたいんですっていうところから、多分コンセプトから軸が決まって、そこに対する衣装を選ぶっていうところだと思うんですけども、これはやっぱなんかそのコンセプトに対する衣装さんのアンサーだと思うので、なんかね、どういうその基準で誰にこれを着させたら似合うかっていうところをちゃんとこう捉えているような気もしているところはありますね。もう可愛い、これ星とかちょっとダイヤ柄とかついてるんだ。ここに書いてあるこの柄は何なんだろう。からのソータくんが黒髪にしましたよ。来ましたね、黒髪ソータくんで。ちょっとこれピアス大きめっていうところもあって、ヘアスタイルの雰囲気ちょっと何でしょう、この雰囲気ジミンちゃんに似てるかも。黒髪のジミンちゃんで、ここの大きさっていうところもそうですけども、でね、ちょっとこう胸元ざっくり開いたところに色物を少しこう持ってくるところですかね。黒ではありつつも少しこうカラーを持ってくることによって、ソータくんのそのヒップホップな雰囲気というかポップな雰囲気、ストリートカルチャーから来てるその何ですかね、エンターテインメント性というところ、アーティスト性みたいなものがここの色味にしっかり出ていつつも、やっぱりこう黒でキュッと締めていくところ、リップの色ってみんなちょっとずつやっぱり違うんだね、これね。ちょっと深かったりとか、シュート君少し明るめですけれども、そこで言うと、ソータ君ちょっと深い赤っていう感じなんですかね。でも結構強めのインパクトのある赤を持ってきてると。ただ目力がすごく強い方でもあると思うので負けませんよね、この色がね。なるほど。どこのお洋服なんだろう。ベルトしてるし。少しねこうゆったりオーバーサイズな感じで着ていくところで、こう肩をね少しだけ見せていくところのセクシーさというか、ソータ君のねこの首元もすごく素敵。皆さんの首見ていくと豚鼻みたいにカッってなっちゃったんだけど、しっかりとこの真ん中に立体的に影がついてるんですよね。ここがやっぱり男らしさを見せていくポイントだと思います。皆さんの首が基本的に詰まってないじゃないですか。見せてきてますね、男っていうところ。もう漢字の漢って書いて男なんじゃないかなっていうふうに思う。めちゃくちゃ綺麗な首元、意志を感じます皆さんの。そして全体写真ということで、はー、なるほど、パンツこういう感じなのね。なるほどね。ちょっとこうダメージ入ってる方がいらっしゃったりとか、シュンティが今回は割と明るめなんですね。なるほどね。で、明るいの色味でこういう風にレオくんでちょっと赤っぽい、オレンジっぽい、ピンクっぽいものと、シルバー系のジュノンくん。で、グレーのところでマナティとリョウキくんか。リョウキくんはね、あ、でもまあグレーっちゃグレーだけど、ちょっとアッシュっぽいですよね。で、黒髪というところで、マンネ、そしてソータくんということで、リュウヘイくんの黒髪すごくいいですね。ああ、だからみんないいですね。おでこがね、結構出てるメンバーが今回多いと言いますか。はい、はい、はい、はい。いいわ。高評価じゃない？もうほんと1年前ぐらいですかね。BE:FIRSTさん、ザ・ファーストの時ですかね。で、まあよくいろいろ言ってる中で、やっぱり僕が注目してるのは、皆さんのビジュアル、ダンス、歌、パフォーマンスももちろんそうなんですけど、やっぱその作品が出てくる前に、一番最初にあるものってやっぱビジュアルなので、皆さんのビジュアルがいかに大事かという、で、やっぱそのポテンシャルというか、元素材がいいだけに、どうこう見せていくかっていうところに全てがかかってると思うんですけど、ジャケットか。とにかく何を着せるか、どういうヘアスタイルをするか、どういうメイクアップをしていくかというところにも全てがかかってると思うんですけど、今回僕が出した点数は100点ですね。100点満点です。もう本当に、間違いない、良さというか、もちろんコンセプトみたいなところもあるんですけど、ちゃんと成長を
見せていくっていうところが僕の中ではこう感じ取れてると言いますか、かっこよくなってってるよね、ブラッシュアップされてるよね、どん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 じゃんっていう、そのアーティストとしての皆さんのその自覚だったりとか意識だったりとか芽生えてくるものもいろいろあると思うんですけども、そこをちゃんと救い取って形にしていくっていうのはやっぱりメイクアップだったりとかこういうファッションスタイリングっていうところにめちゃくちゃ現れると思うので、そこがちょっとねちぐはぐになっちゃう場合もあったりするんですよ。やっぱりいろんなグループさん見てると、あれちょっとなんか惜しくないみたいな時もあったりとかするんですけど、今のところですね、もう BE:FIRST の方たち見てると、あの着実にあの自己記録を更新してるような気がしていて、間違いなくいいよねっていう、そのかっこいいよねっていうところを、ついてらっしゃる気がするというか、まあ、単純にその好みの問題もあると思うので、僕が好きっていうところになるとは思うんですけども、めっちゃ好きです。いい、光ってる、素材がしっかりと、大満足ということでございます。皆さんの感想もぜひコメント欄の方でお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。